こんにちは、こんばんは、赤髪のともです。前回温泉宿を作った動画がちょっと好評だったので、また続きをやってみようかなと思います。早速作業を進めていこう。で、前回作ったのはこの温泉宿ですね。村の一角を改造しまして、ここに和風建築をしました。で、中には番台さんっていうのかな、番頭の人に入ってもらって、今回また名前をつけたいと思います。番頭沖名前入った沖さんが番頭で、なんであっち向いてるのかな、なんであっち向いてるのかはわからないけれど、沖さんに番頭を務めてもらって、ね、あれ、あ、向いた番頭の沖さんです。そういえば柿崎支配人はどこへ行った、あ、いた、今ちょうど朝だから村人外に出てきてる。あ、いた、支配人元気、ザキさんは元気です、よかった。では、番頭さん、番台さんも任命できたことだし、今日はまた発展させていこうかなと思うんですが、何を作ろうかなって思ったんだけど、露天風呂かなと思ったんだけど、前回のコメント欄で一番多かったのは温泉宿なのに宿部分がないっていうツッコミが、確かにこれじゃ銭湯ですね、ただの銭湯ですよ。あ、そう、青い温泉と、あとこっち女湯は赤い温泉にしました。ちょっと赤い温泉あんまり良くなかったかなみたいな感じで変えてみましたけど、宿部分がないので、今回は宿部分を作ろうかなと思います。隣接した方がそれっぽいので、やっぱりこっち側かな。ここにちょっと4階建てか3階建てくらいの大きい和風建築を作ろうかなと思います。まずは整地化、整地をします。じゃあ行きます。カーとしました。イエーイ、埋まったというわけで、ここが真っ平らになったので、ホテルなのかな、まあ宿部分を作りたいと思います。この隣にね、いいんじゃないですか、これ結構広めに撮ったので、たっぷりと建築をしていこう。で、ここの柵をまず壊すでしょう。で、まあ宿っていうか、なんかあの温泉郷、温泉が有名なところにあるなんか3階か4階建ての宿を作りたいんですよね。なんかあの1階部分さえ作っちゃえば2階3階って同じ雰囲気で組み立ててって、で最後に三角屋根っていうか、まあこの瓦の、あ、ちょっと逆光だ、瓦のこの屋根を作ればそれっぽく見えるんじゃないかなっていう、そういう作戦で、まあ実際の温泉宿の写真を見ながらちょっと作ってみようかなと思います。とりあえず最初は土で当たりをつける。入り口部分は同じぐらい前出てた方がいいから、まあ直線的に同じマス目でこう出ていこうかな。なんとなくこれくらい出ていく感じ。離れていない方のが同じ建物って感じがするけど、でも三角屋根とか軒下が、これ2マスも軒下出てるから、それ考えたら、2マス開ける?これで2マス開いて、ここに2マス軒下が同じ高さではないけど来るから、あ、でもいい感じかも。こういう感じで、ここがちょうど角になれば、1マス2マス軒下にこう屋根が出ても、隣のこっちの温泉とは2マス離れてるから、いい感じ、いいところに当たりつけたかな。入り口はどうしようかな、ここが角です。なのでこう伸びていく感じですね、壁が。でこっちがこう伸びていく感じの建物、入り口ですね。問題はどうしようかな、なんか1マスだけへっこましても面白いかもしれないかな。あ、そしたらじゃあこっちに1棟で入り口があって2棟みたいな感じにしようかな、東京都庁みたいな。やばいかな、なんか構想だけ膨らんで実際に自分がそれが再現できるかどうかっていう感じではあるけども、お日様が上まで登って早く作業しないと。
こんな感じでやっていこうかな。どうだろうか。見えるかな。こんな感じです。お、割といい範囲な感じがする。あ、やっぱり大きめに整地しといてよかった。このマイクラあるあるなんだけど、ちょっと距離離れるとどこがこの直線伸びてったマスか分かんなくなるんだよね。こうか、もし合ってる。じゃあこういう感じで。で、全体をちょっと見てみるか。全体これくらいでいいかな。で、入り口がちょっと奥まった感じの和風建築に挑戦してみようかなと思います。うんうん、いいかも。でもこの竹モッドのこの特殊ブロックって手で壊れやすくなってるから非常にいいと思う。ここどうしよう。ナマコ、え、原木使いたい。え、ここの入り口のところは木を予想してたんだけど、どうしたらいいかな。これをちょっと考えながら作りたい感じではあるな。牛さん、よし、ズバズバ行こう、ズバズバ行こう。やっぱり影もっと水が綺麗だよね。この影もっとの水が好き。ほら見てこれ、どこれやばい。これなんか東南アジアっていうんだろうかの、なんか雰囲気に似てる。このなんかいいね。やっぱなんかね、ウユニ塩湖っていう場所が好きなんですよ。好きなんですよって一回も行ったことないんだけど、ボリビアにあるんですけど、日本からだと片道50時間ぐらいかかるらしいんだけど、ビタッとね、塩湖だから塩の湖なんだけど、ピタッとこう水面が動かないから鏡みたいな感じで空が反射してる湖で、そこに一生に一回でいいから行ってみたいんだけど、その感じが好きなんだよね。だからきっとこの水面に跳ね返る感じが好きなのかも。コメントでトモさん、すぐ水面に建物を建てますねとかってよく言われるんだけど、やっぱこの水面に跳ね返った何かが好きなのかもしれない。このゆらゆら揺れてる感じが。ちょっと無駄話が過ぎた。ちょっとアカシアの木がいっぱい持ってたから、アカシアの木をここで使おうかなと思って。やべえ、変な気がしてきたよ、これ。変かな？なんかここら辺をうまく再現する技量が自分にない気がする。変かな？で、漆喰のこの感じはあっていいと思うんだけど。あー、でもそこから原木が生えててもいいのか。6だから真ん中に原木でトントントン。あ、合わねえんだ、偶数。にゃー、失敗した。偶数だとこうなっちゃうのか。え、どうしよう。こっちは原木でしょ。あー、真ん中に何かがっていうのができないんだな。奇数で作った方が良かったのか。ギュッとしてハッとしてグーでいくわ。ギュッギュッといきます。せーの、ギュッとしまして治ったかな。オッケー、いいと。で、これで、うん、ちょっと狭くなっちゃったかな。2マス狭くなったんだよな。まあいいか、やっていこう。これでここ客室だから、なんかガラス戸がこういう感じで欲しいかな。でもガラス戸って和風建築なのかな。ちょっとなんかな、まだ自分の考えがあまりまとまっていませんが、ここは石畳にしたいですね。入り口なので。1,2,3,4,5,6 で1個。よしよしよし。なんだ6で1個って。この会話だけ聞いてたらなんだかよくわかんないけど。宿を作っております。あ、支配人。支配人がいる。そこに入っていくのかな。そうだ、名前つけた人可愛がろうっていうコンセプトがあるんだけど、もう名前つけちゃうとそれで目標達成したみたいな感じになって、あんまり可愛がらなくなっちゃうんだよね。1,2,3,4 で1個、1,2,3,4 で1個、1,2,3,4 で合わない。正面の柱と合わせるのが綺麗かな、うん、そしたら漆喰でこういう風にやっちゃおう。竹本はなんかそれらしいパーツを使うと和風建築が誰でも簡単に作れるっていうのがいいモッドだよね。全然建築はうまくないんだけど、なんかこういう風にしたいなと思って、そういうパーツを使うとそれっぽく見えるっていうのが素晴らしいモッドですね。とりあえずお宿の外枠ができた。これぐらい広ければいっぱい泊まれるだろう。
いいね、いいね、いいね。こういう感じで行こう。うん、でフロントがあって客室がここに1個2個3個4個あってフロントがあってっていう感じにしようかな。あ、で階段が必要だ。そうだ、登るための階段が必要なんだよね。ふんふんふん。いや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 いっと。で、畳を作りたいので客室に。このもみ、なんだっけ、種もみっていうのをここに植えておきます。そうすると藁になって、畳っていう、いぐさだけど材料はこのモッドではこの藁が畳の材料になる。やっぱりこの菓子のなんか市松模様が好きなんだよね。これ市松模様菓子ブロック、ちょっと節約のために半ブロックにしちゃおう。こういう感じで、こういう感じで中が広がっていくと。うん、なんかここ段差なんか、なんかな、なんか下手っぴな感じがする。なんかちょっと今回迷走してるか。で問題はそのお客さんの部屋かな。お客さんの部屋に今畳がないんで、あれこれが畳がこう来る感じで、ガラス戸がこう来たら変かな。あ、ガラス戸越しに見える景色は普通のマインクラフトなんだ。普通のマイクラの景色が広がってる。お、お、6。おお、普通のマイクラはこんな感じですか。違うかな、違うかな、違うかな。なんか和風建築にガラス戸はいっぱいない方のがいいのかな。よいしょ、こういう感じ。違うかな。でもなんて言うんだろう、温泉旅館ってガラス戸普通にあってこういう感じしませんかね。和洋折衷な。はい、ぐるっと壁囲んでみました。ちょっとアカシアの木、なんかここのも 木が変かな。アカシアの原木使いすぎた感がある。でもなんかここが変かなって思うと、なんかどれも変に見えてくるから、もうこのまま先に行くことにする。でここに三角屋根でもつけようかなと思うので、三角屋根さんをつけようかな。あ、なんかいい感じだけど変かな。ここから出てればいいのか。こうやるとそれっぽく見えるかな。あー、なんかいい感じかも。これ三角屋根がここにちっちゃく収まりがいい感じで、そうなると ここの逆にやったやつがいないかな。中がこう見えていいかも。あ、いいかも、いいかも、いいかも。これ来た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 、なんか来た。狙っていないところでなんか怪我の巧妙みたいな感じな気がする。こうやって埋めちゃおう。あ、いい感じ。これあれにしよう、石の柵にしようかな。あ、違う、ね、なんかあるぞ。竹モッドのアイテムでいいのがある。これで G を押して、なんかね、細い木材ブロックっていうのが作る。あったあった、これこれこれ、つづらで挟めばいいんだ。つづらでこれを挟むと、これが針で、できた針をさらにつづらで挟むと針針、結局は針なんだけど、この大中小って木材ブロックを細かく使えるんですよ。これこんな感じで、ほら、竹ブロック竹モッドは木材ブロックを細かく加工できるから、これいいんじゃないかなと思った今。それでもって一回加工しちゃったやつは手で壊せるんだ、便利だな。これをちょっとこんな感じ、あれ、あー、半ブロックなのか。ここがそこは、ここのなんか感じすごい好きだなって思ったんだけど、
ック、いやもう半ブロックここ伸ばしたいけど、伸ばしたら変だな、半横にはなんないし、梁うまく使っていけたらいい建築ができそう。うんうんうん、よしよしよし。じゃあ畳を作ろうかな。このわらをこうやってわらわらとこれを集めまして、えへえへ、つづらで、やっぱつづらっていうのが竹本の本当に基本的な、これ半ブロックとかで伸ばせるかな。あ、できる、便利。半畳、半畳ね、はいはいはい、半畳で爆発的に増やす。よしよしよし。あ、だけど畳ってこれ日に焼けちゃうんだよね、屋根に、屋根使わないと日に焼けちゃうんだこれ。そうそうそう、うん、外観はこんな感じでいいや。じゃあ一気にポンと進めちゃいますかね。一気にポンといきます。ポーン、よし。2階の壁ぐらいまでは埋まってきました。で1階の壁も、なんかしっくり、ここしっくり、しっくりこないけどね、しっくり、しっくり、だけどまあいいか。で、ここに階段をね、こう、こういう感じで、こうやろうかな。こうやってやって、こういう感じにして、で、ぶつかるから、上げて、上げて、で、どうだろうか。おっと、こうかな。これで高さあったかな。これはぶつかるもんね。っていうような感じにしようかな。いいんじゃないかな。で、こう、この高さでいいのかな。下と同じようにするとしたら、あ、なんかやっちゃった。こういう感じ。うん、よし、2階の床までできた。あの、襖とかが作れたはず。紙と木の棒で襖か。襖かな、やっぱり。ふすまのがそれっぽいもんな。紙、紙はそういえばまだ持ったことなかったな。紙って竹から作れなかったっけ。あ、作れる。よしよしよし、よかった。サトウキビ取りに行こうと思っちゃった。そういえばそうだ、コメントでありましたね、あの、結局生えてくるんだから1個残せばっていう。確かに、この2段目を壊すのが早い。あ、2段目壊してね、もう結局全部壊れちゃうみたいですね。全部壊れちゃう、これ。どこ壊しても。上の方壊しても、バリーンって全部壊れちゃう。こうで、こう、こうか。あ、できた。一階のこれ、こう。逆なんだよな。で、これで固定。こう。襖が両開きにならないんだよな。で、こう。うん。あ、いい。いいね、いいね、いいね。やっと、もう、宿になってないなんて言わせない。宿ができたぞ、みんな。まだできてねえか。あと、欄間を持って。えい、えい、えい。あ、こういう、やっぱり装飾はいいかな。ここ。ここ。あ、いいね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 。布団、なかったっけ？お布団。これかな。布団、あった。羊毛。え、黒色の羊毛？いや、羊毛なら何でもいいでしょ。羊毛6個とつづらか。よし。アカシア、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 羊毛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 。おー、遠くまで来たけど、いいね。いい景色じゃないですか、これ。もっといっぱい建てたい。わー、やっぱ面白いな。いいね、いいね、いいね。よーも、よーも、よーも、よーも。アカシア、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 アカシア。よし。これ置いて、よーもをバシッとやって、バンと。お布団。お布団できた。では、バッサリカットして、ちょっと1階の上に瓦屋根をこんな感じで作ってみました。で、内装の方にやってみたいと、内装の方をやってみたいと思います。え、嘘でしょ。え、どこで湧いた。こうだから、こうでいいのかな、こっちで。うん、これで襖がこうなると、これでこうと。客室、まあ最初3階建てっていうつもりだったんだけど、すでに2階建てでめちゃくちゃでかくなっちゃってるから、
まあ2階建てでいいかなっていう感じになりました。ちょっと予定変更で、よいしょ。そっか、外観が、結構高いんですよね。隣の温泉と比べると2階の時点でこんな大きいから、3階だとこれくらいまで行って、さらに屋根が乗るとなったらこんな高さになっちゃうから、アンバランスすぎるかなと思って、2階建てのお宿っていう感じにしたいと思います。あ、でもなんかいい感じじゃない？これは何畳になるんだろうか、わかんない。こんな感じ、こんな感じでやっていくのが畳だよね。普通にこうやっておくのがいいよね。これ壊してこんな感じになるのかな。え、でもここにこうなんか、そう、あの感じを出したいんだよな。で、お布団は、まあ、敷きっぱなしっていうのも変だけど、うん、いいね。ここのこの椅子です。これ椅子だと思ってください。これ椅子がこうなってて、こんな風になってる、あの場所わかるかな、伝わるかな。あの場所、旅館の、なんか旅館に来たーっていう感じがする。ここの場所。ここはでも板の間にしようかな、そしたら。ここは板の間がいいよね。てか、これは上の半ブロック置けんのか。何の違い？よし。あ、板、あ、なんかいい感じ。客室感が出てきた。この椅子の感じがいいよね。ここ好きなんだよね。よし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 。いいね、いいね、いいね。一回寝るか。眩しくない方がいいよね、ここが、うん、なんかいい景色だね。なんか本当に旅館の一室って感じがする。よしよしよし。で、テレビ台を次作りたいな。テレビ台はどうやったらテレビ台になるかな。あ、逆さまにする。一個ブロック置いてこうとか、これで、これがテレビ台みたいな感じで、こう。苦しいかな、苦しいかな、テレビに見えないかな、テレビに見えないかな、難しいな。これじゃあ一応テレビ台っていうことで、うん、テレビもあるしって感じで、絵画置いたりしてあります。いい感じです。ちょっと苦しいかな、これちょっとやんない方がいい気がしてきたな。わかんないかな、これでテレビっていうのは。どうやったらテレビになるんだろうか。ちょっとでかいんだよな、4ブロックも使うっていうのが。もう木の上に黒い羊毛ボンでテレビを表すか、あと冷蔵庫とか、白い冷蔵庫とかポンポンとかやる。もうでも細かすぎるよね、旅館ってそんなもんだよね。うん、いや、これはこれで、これだけにしとこう、この部屋だけにしとこう。よしよしよし。じゃあ全部のね、あの、おや、おお、いいですね。これ夕日かな、西日が入るって。まぶしそうだな、この部屋は。角部屋はやっぱり窓が多くていい感じ。西日が入るのいいな。うわ、まぶしい。あ、でもいいね、そこに水面が。やっぱ影モットはね、水。さあ、じゃあ屋根の方をバチッとバキッとやっちゃいますかね。やっちゃおう、カット。よーし、できた。では早速見ていただきましょう。前回作ったのがこちらの温泉宿だったんだけど、温泉しかできてなかったんで、今回は温泉宿を作りました。いきます。じゃん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 、こんな感じ。どうでしょうか。うん、ちょっと屋根が一緒だから親和性というの、なんていうの、統一感があっていいね。なんか梁使いすぎた感があるかな。梁、あのアカシアの梁がすごい瓦の、なんだろう、紺色と瓦の黒とアカシアのオレンジ色の感じがすごいマッチしてていいなと思って、梁をちょっといっぱい使っちゃったんだけど、梁だよね。どうでしょうか。この屋根の形は、あの前にね、どんぼこさんに教わった感じをちょっと再現してみました。で、この屋根の1個2個3個3個や三角屋根を作ったのは、あの前にソーラさんが建築する時にこんな風に屋根作るのもありだよって教えてくれたのをちょっと思い出しまして、こう縦に3つ分かれてるんで、そのまんま三角屋根を3つつけてみました。こんな感じで
まあ装飾はそんな感じですかね。でこのこれもどんぼこさんに習った屋根の裏にこういう風に骨組みっぽいのを作ると屋根の裏の軒下っぽいのを再現できますよって教わったので、今回は梁でそれを再現したんだけど、どんぼこさんは階段ブロックを逆さまにやってたような気がします。いろんな人に教わったやつだったり、ネットで写真を見たりいろいろ作ってみました。いかがでしょうか。これで2つの建物ができた。後で暇な時に道を作れば温泉宿が完成ですね。あーうまくいったかな。でもすごい達成感はある。うん、ちょっとこう入っていく感じの入り口が中にあるっていう建物をちょっと今回作ってみました。あれは入り口が前に出てる建物なんだけど、こっちは入り口が奥まったところにあってカシャンと入ってくると、まあ客室の前に一回ここでフロントで受付して、ここで、客室が1部屋2部屋3部屋4部屋と。このテレビがな、テレビ失敗したな。テレビに見えないな。こういうのの再現がすごい下手くそ。そういうの言えば脱出マップでいろんな人がテレビとか再現してたから、そこら辺真似してもよかったかもしれないですね。で一つの部屋に客室が4つある感じですね。一つの階にで、これが2階です。2階も客室が1個2個3個4個、客室が4つあります。うん、いい感じ。景色もいいし、月ギリギリ見えないな。うん、このアカシアの梁いい味出してる気がするな。いいねいいねっていうような感じです。あーできたできた。これで文句なく温泉宿でみんな認めてくれるだろう。前回そういえば温泉しか作ってなかったもんな。どうでしょうか。これで温泉宿の完成です。イエーイ。あー面白いな和風建築は。という感じで、今回やっと温泉宿ができたので、ここら辺で、終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。